さあ皆さんこんばんは。こんばんは。鈴木伸之です。佐野隼人です。さあいよいよ、公式インスタグラム俺たちは危なくないの公式インスタグラムでインスタライブを始めさせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はいはいはい、昨夜から放送がスタートしたドラマトック、うん、俺たちは危なくないクールにサボる刑事たちのインスタライブをしたいと思います。ということで、そうなんですよ。久しぶりですね。まず本当まずね久しぶりなんですよね、うん、放送じゃない撮影が終わってからなんだかんだ終わりってないですもんね。そうですね。取材とか、あ取材か、取材であったのが最後ですかね。ですね。 LINE は2回ぐらい、もうちょっとしてますって3回4回ぐらいしてお互い合わなくてね。そうだ、いや、そうだ。いや、今日ちょっと楽しみでした。僕ここ来るのが、ね、僕もっすよ。はい、一緒にやると思ってちょっと寄せしいじゃないですかそんなことない、そんなことない。じゃあ、ちょっといや読みますね、台本を。はい、そうなんです。あ、ごめんなさい、今回のインスタライブなんですけども、はい、みんなで一緒にオラボを見ようということなんですよね。そうなんです、はい、ドラマトックでは放送時間が地域によって違ったりするので僕たちもね、全国の皆さんと同時に1話を見て、うん、一緒に楽しめる企画をやってみたいなということになりましたわけでございます、うん、さあ、オレアボを一緒に見ようの企画は8時45分頃から開始しますので、うん、皆さんそれまでに全国の無料見逃し配信中の TVerMBS 動画イズム、ギャオの画面や見放題独占配信中のテラサ、J コムオンデマンドなど、オレアブ1話の配信の画面をスマホや PC やテレビ、タブレットなどお手元にご準備くださいということです。パソコンとかテレビでオレアブの配信を見ながらスマホであのインスタライブを同時に見れると一番いいのかなと僕たちは思っておりますし、うん、でも皆さんこのインスタライブはアーカイブにも残るので間に合わなくても焦ったりとかしてなんか危ないこと起こらないようにしてください、はい、後でその1話を見返すときにそのアーカイブとね一緒に見ることもできますのでご安心ください、うん、さあ8時45分からということでですね、みんなの準備ができるまで少しだけ皆さんからの質問に答えたいなと思っております。そうか、募集してましたもんね。ありがとうございます、質問くださって、はい、さあそれではまずどれからいきましょうか。じゃあどの君好きなのやるか。でいいんですか、はい、どれでもいいんですか。これいいですね。じゃあまず一番上からいきますか。転職するなら何の仕事がしたいですか。ほう、なるほど。もし俳優という職業をやらなかったら、はい、は転職するなら何をしたいか。うわ、なんか学生の頃職場体験とかありませんでした。職場体験みたいなやつ。あ、何なんですか。やってないですか。やってないかも。なんかそのお試しみたいな感じで地元のお店をなんか巡れるとか選んで1週間体験できるみたいな。やったかも。ちょっと商店街とかの。ああ、そうや、商店街とかもいろいろあるやつなんですけど、はい、僕は、まあ、その話は置いときますけど置いとくんですね僕はね、まあ、2つありまして、はい、ハンバーガー屋さんかアイスクリーム屋さんがやりたいです。おお、それなぜですか。まかないでもらえるかなまかないが食べたいんだ。ハンバーガーとじゃあアイスが好きなんですね。好きなんですよ。私が好きなんでまかないが欲しいなと思って。あ、いいですね。うわ、俺なんだろうな。うわ、転職するなら、はい、でも僕結構そのやっぱり命に携わる作品とかやりたいなってすごく思ってるので。消防士とか、うん、絶対に合うわ。やりたいですね。消防士っすわ。ちょっと免許を取ったりいろいろ資格取ったり大変だと思うんですけど、うん、やってみたいですね。絶対に合いますわ。あ、なんか海のレスキューとかやりたい。めっちゃやりたいです絶対に合うわ。はい、なるほど、そんな感じです。さあどんどんいきますよ。はい、次じゃあ、じゃあ僕はですね、じゃあ上、自分の役以外でお気に入りのキャラクターは。どうですか。いや、でもね、僕ね、いや、もう結構全部好きなんですけど、みんなキャラ濃いじゃないですかでもね、三好さんの役好きでした。あ、噂さん。噂さん、いいですね。あの、なんかちょっと真顔だけどちょこちょこ挟んでくるんですよ。あの、1話で、あのチーズケーキあげるじゃないですか。はいはいはい、なんかその後に僕らが去ってった後の噂、ちょっと可愛らしいです。ちょっと可愛らしいですよ、ね、噂で。ルンルンでこう去っていくちょっとこう注目してください。今可愛かったです。噂、はい、で僕、なんだろう、僕、夜中ですかね。僕ですか。やっぱあのピーンが、ピーンめっちゃかっこよかったね。
ピンっすね。かっこよかった。もう一回ちゃんと見よう。俺音もすごい入って光も入ってめちゃくちゃかっこよかったですね。すごいいい声にしてくださってましたね。うん、目とかもちゃんとこうやってやってくれて。よかった、すげえよ。さあ次の質問いきますか。二人が撮影中に一番笑ったシーンがあるのは何話ですか。何話、嘘、もうね、ずっと笑ってたよね。違う、ずっと笑ってたのは俺。なんかロボ君がおかしいことめっちゃあるんですよ、マジで。ずっとおかしなことしてるから、うん、どこだろうな。でもおもろいの、でもやっぱりあのあれ何話だっけな、あのバスの、バスは5話です。5話か、はい。5話めっちゃ笑ったな。あれ5話はちょっとやばいですね。5話やばいっすね。5話はやばいよ。なんか和として大丈夫かっていうぐらい振り切ってる。間違いない。ちょっと5話は一番ツッコミどころがある話になってるかもしれないですね。確かにそうですね。あので結構その5話ってそのどういうシーンが多かったか、そのバスの中でも撮影があって、うん、で結構そのバスの中狭かったので一連で結構頭のシーンの頭からシーンのお尻まで一連で撮りますみたいな。でバスもちゃんと走らせてるんで、でカットってなった後に結構セリフとか僕ら間違えちゃったんですよね。だからもう一回絶対行くだろうなと思ったらオッケー監督が、ってなったのはちょっとありましたね。ありましたね。ちょっと大丈夫かな、つながりとかっつって。あ、ちょっといろんな意味で楽しみですね。そうですね、いろんな意味で。あ、じゃあ最後かな、はい。今までで一番危なかった思い出はって。今までで一番危なかった思い出。はい、僕はいいですか。はい。僕はね、そう、本当にちょっと物理的に危ない思い出なんですけど、うん、あの中学校の時にどうしてもバク転に憧れがありまして、バク転に。はい。なんかその時の体育の先生がすごいなんか女性のすごいなんかガッツのあるいいよお前らバク転練習しろよみたいな先生でやりますって言ってバク転できるようになったんですよ、マットの上で。あの高跳びとかふわついマットがあるじゃないですか。あ、はいはいはい、結構ふかふかなやつの上でできるようになって嬉しくなっちゃって、友達と4人ぐらいで帰って調子乗ってその近所のコンクリートの上でやったんですよ。したらこうやって思いっきり映画見てかよ見たらよっつってポーンってやったらもう頭から釘出しになっちゃって、それはちょっと本当に息ができないぐらいってなっちゃって、まあ、全然大丈夫だったんですか。全然大丈夫だったんですけど、首からいっちゃったんだ。首からいっちゃったんですよ。それからどうですか、もうバク転トラウマになっちゃったんですか。一回もう一回もできないんですよ、バク転。怖くて、その高跳びのあのマットの上でも上でもできない。怖くてできなくなっちゃったと。てかもうその1週間ぐらいに、はい、なんかでもやっぱやりたいなと思って高跳びのマットでやったんですけど、はい、もう絶対頭から振り出しになっちゃうんですよ、マットで。でもなんかすごいイメージできそうですけどね。あ、本当ですか。うん、僕もやりたかった。ライブとかもやらせてもらうことも多いんで、うん、やりたいなと思ってるんですけど、いずれちょっとどっかで。そうですね、いずれどっかでね、リベンジ、リベンジということで、はい、ですね。僕はね、危なかったエピソードはあの赤坂にありますアクトシアターという劇場で昔ですね、5、6年前で舞台やらせてもらってたんですよ、うん、で毎朝自分の家から電車乗って行くじゃないですか。行く時に朝電車乗ろうと思ってパッと財布見たら10円ぐらいしか入ってなくて、どういう状況。10円しかないってあのその当時スイカも僕持ってなかったし、あの何かその携帯で何か今できるような時代じゃなかったので、やばいと、お金持ってないということで、とっさにどう判断したかって、もう歩いていこうと思って。すごいよ。走っていこうと思って1時間半、2時間かけて2時間弱あの赤坂アクトシアターまで聞いたことないよ、歩いていって、で、その日2公演だったんですけど、午前中に1公演で、午後、夜からもう1公演、2時間、2時間の作品、結構アクションとかもあるやつ。だからもう朝からもうずっと2時間歩いてたんで、もう3公演、4公演やったような疲労ですその中であの大変だったなっていう、すごいあれは危なかったなっていうエピソードでしたけどね。それやばいっすね、うん、2時間本番前に歩く、歩いたことないな。もうすごい大変でした。もう1問もう1問ある、行きましょうということで。あ、そういうことだ。あ、そうですね。オレアブポーズ考案してくださいという質問が来ておりますけれども、ありますよね、なんかいろいろ他の作品の方とかもなんちゃらポーズとか、うん、なんかあります。ポスターこういう感じですもんね、こういう構図ね、うん、何してる俺こうかじゃあ俺、これ見てな
かっこいい。でもこれあのすごい僕知り合いの方が評判良くて、このポスターみんな可愛いってすごいいいって嬉しいな、すごい言ってくれる。いいですよね、ちょっとなんか面白くて、うん、うん、俺もすごい好きですよこれ。で実はこれあのお尻のところになんかいろいろ敷いてもらって、タオルとか敷いてもらって厚み出したりしてるんですよね、これ。そうだそうだ、意外とね。で、なんだろう、ポーズ。やっぱでもオープニングでこう銃やってるから。あ、そうですね、こういうこういう感じなのか、こういう感じなのか。俺はポーズどうしますか。じゃあなんかもう決めてもらいたいですよ、サナ君に。あ、僕でいいですか。はい、わかりました。じゃあ行きますね。お、じゃあこれ本当裏ポーズになるんで。わかりました。皆さん、まあ、よくなんかネタとかであげるときはこれを真似してください。はい、発表します。今回の俺たちは危なくないのオラブポーズはこちらです。俺、危ちょっと待ってください。で、解説しますと、はい、俺たちは、まあ、危なくないんですけど、はい、まあ、危なんで、はい、危って虫いるじゃないですか、はい、危俺、危、まあ、こんなもんすよ。やりましたね。やりましたね。やりましたね。ついにやってくれましたね。今日もやってくれましたね。はい、俺、アブ、アブ、アブです。これだから写真とかで撮るときはどっちにするんですか。この俺の方で行くのか、このアブの方で行くのか。そういうときは、はい、右手を俺に持ってきてください。こうです。じゃあ、ってことはこれだ。これです。これが俺アブポーズになるということですね。これが、これがそうです。あの、いや、ありがとうございます。大丈夫かな、これ怒られちゃうな。コメントですね。コメントもちょっとせっかくなので読んでみようということで。暑いですね。暑くなってきちゃった。暑いから出ちゃった。ちょっと待って、あの、あ、さすが隼人君、やばい。わらわら。いや、みんな優しいな。ウケる。いっぱい来てますよ。なんか質問皆さんありますか。質問ありますか。肋骨痛めた笑いすぎてとかあります。絶対真似するねとか。真似するんだ、ありがとう。なんか、なかなか質問答えるしかないですからね、この野野君が。お願いしますよ。そうですよ。なかなかこんな機会ないですから。パトカーポーズにしちゃう。パトカーポーズって何ですか。あ、この後ろのポスターの。あー、なるほど。あと何か、何か。サヌキュー死んだ爆笑。サヌさん大丈夫。すごく仲がいい。スタッフさん笑ってるよね。笑ってます、皆さん。入ってますよ、スタッフさん。なんか質問なんか。質問じゃん。ポップコーン何味って質問来てます。はい。これポップコーンですよ。キャラメールでございます。これは僕の大好きなポップコーンですから。ういう、まだテレビ始まるまで飽きちゃダメですからね。楽しみ。ポップコーン食べないの。これ後でちょっとね、その1話の始まる時に。そうです、そうです。撮っといてます。撮ってます。はい。今までサボったことありますか。ああ、サボるってな。サボる、僕らの職業サボれないっすもんね。やっぱり、どうですか。サボる、サボるか、サボる。あ、でも僕は高校の部活とかサボってました。へぇ、サボってました。どうやって、何やられてたんですか。何やられてなんか、サッカー部だったんですけど、高校の部活の時。サッカー部だったんですね。はい。でもまあ、あのバク転のその後遺症もあって腰が痛くて。まあ、それはまあ関係あるか分かんないですけど、はい、腰、普通に膝とか腰とか痛みやすくて僕、はい、普通になんかそのランニングをそのコンクリートの上で走るんですよ、はい、でもサッカー部なんてすごいもう何キロも走らなきゃいけないし、はい、そう、僕はまあちょっと腰が痛いふりしてあんま走ってなかったです。へ、あ、みんなは本当は3周4周って走るところ、僕はもう佐野君も痛めて1、2周で、まあ、1周も走らなかったぐらいでちょっと。まあ、1周走ったけど1周とかでバレなかったですか、それ監督とかに。なんかね、監督とかちゃんと見てなかった時もあって。なんか、バレなかったです。マジですね、うん、でも、レギュラーだったり。高校の時は、もう部活もまあこの仕事でやってたっていうのもあって、あんま行ってなかったんですけど、高校はもう、レギュラーどころか練習もあんま行ってなかった。練習は行ってないわ、レギュラーでもないわ。ランニングサボるわ。バク転ミスってトラウマになるわ。あちこちの骨痛いわ。もう大変ですね。大変ないです。失礼しました、サッカー部の皆さん。本当ありましたな、そんなこと。ベンチにも入ってないです。え、あ、試合にも行ってないんですよ、僕も。あ、本当にじゃあサッカー部ってもう肩書き、肩書きだけですね。だけだったんです。あ、はい、ということで、
ちょっとお時間が来たようなので、はい、ここからですね、45分になったということで、いよいよ一緒に見よう企画をやろうではないかと、やろうではないか思っております。お願いします。さあ皆さん準備はいいでしょうか。配信画面の準備良ければグーでもハートでもスタンプでも皆さん押してください。皆さんなんで配信見るんだろう。パソコン、テレビ、iPad 何で見るのかなという読みすぎです。あの想像がありますからね。はい、ということでじゃあやってみましょうか。あのね、まあ、今回は一緒に見ようっていうその緩い比較なんで、はい、この数秒というかラグ、うん、ライムラグっていうんですか、これ何ですか。ライムラグ、タイムラグじゃないですか、これ間違いですね。あ、ごめんなさい、タイムラグですね。なるほど、覚えた。タイムラグか、タイムラグは皆さん許してください。あのまあ大体その同じようなシーンのことを話してると思うんで許してください。あの僕たちがその大体どの辺見てるかはここにあるスマホの画面を見てください。ここにあるんだ。あ、そうだ、ここにスマホの画面があるんで、大体この辺だなっていうのはちょっと皆さん自分で合わせてちょうだい。はい、ということですね。さあ、今は TVer 見られないよっていう方はこのインスタライブを見た後にまたもう一度配信を見てもらえると2倍楽しめるかもしれません。ピース。じゃあ行きましょう。みんなもコメント欄にコメント書いてたんですね。これなんかすごいですね。一緒になってましたね、これ。これ一緒なんですよ。これだからちょっといい感じに。みんなもコメント欄にコメント書いたりして一緒に楽しんでくださいね。カウントダウンして再生ボタンを押すよ。3、2、1、よーい、スタート。これ流れ始めたのかな。あ、え、これどこで、僕らの、あれあれ、ほら、戻っちゃってますね。あ、ちょっと待ってくださいね、一旦ちょっとカメラけ、あの、すみません、すみませんね、ちょっとたくさん入ります、失礼します。さすがですね、やっぱり素晴らしいですね。リカバリー力が、佐野隼人という男が、すいません、はい、すみません、これ僕の手です、皆さん、すいませんね、はい、ちょっとあの画面が乱れてると思うんですけれども、はい、失礼しますね。はい、どうもこんにちは。さあ、それでは皆さんよろしいでしょうか。いきます、3、2、1、スタート。いいですね、俺も結構好きでした。燃やせ正義の炎。矢野さん面白かったですね。面白かった、矢野さん何回も笑っちゃいましたもんね。ないんすか、ね、これどうやってあげるんだろう。どうやった終わっちゃうよ、これポップコーン開く前に。これ開かない。これ開かないよ、これどうしよう、これまあいいか。あ、はい、すいません、はい、すいません。この最初の一言ね、これコメント、ちょっとこれあの某アニメの某アニメのゲンドさんを某アニメのイメージして喋らせてもらいました。めっちゃ笑ったな、俺ひらめいちゃったね。これ急にひらめいたんでしたっけ、ポリスストーリー。え、急にひらめいたんでしたっけ。そう、急にひらめいた。うわ、俺本当に好きだな、このドラマ。ですよね、社長にね、なんとか好かれようとして。そうそう、お、来た。
この予告も良かったね。良かったですね、これ。このパンも練習しましたもんね。しましたね、これ何回も。ここもね、いっぱい監督に写真撮ってもらってね、出来上がったらこうなってたら結構びっくりしました。こんなかっこよくなると思わなかったのね、うん、このオープニングの最後ね、オールアップの時だね。そうなんですよ、ね、これでオールアップですもんね。そう、終わってから雨めっちゃ降ってたもんね。めちゃめちゃなの最後。いい思い出だね。いい思い出ですよ。何回走ったもん。10回ぐらい走ったもんね。走りましたねこれ、うん、まあまあ長い距離を。床濡れてるもんな。画面濡れてるもん。髪濡れてるもん。ダメだよ。ダメだよ。吹いちゃうよ俺。ノブ君と見てたら思い出して吹いてきちゃう。やべえ。俺も。やべえ。あ、来た。あ、ここだ。俺これ好き。ここかっこよかった。ひらめきがすごいんだよね、ヨナズはね。ほら、アホみたい。好きだったな、あの顔。うん、それ自分でやらくここら辺の長ゼリフもね、一緒にお互い合わせて。そうですね、台本を体現しながら。体現しながら。難しいな。でも僕本当に全体通してこのカメラワークと狙ってるところが本当好きで、カメラマンの10代さん、10代さんだ、もうめっちゃ好きで、10代さん本当にかっこよく撮っていただいたなと。本当っすよね、うん。違うかもしれないですわ。全然違うかもしれない、ね、うん、もしかしたら全然違うよ。これ大変だったな。素晴らしい長ゼリフ。可愛いよね、なんか愛すべきキャラクターですよね。そうっすね。ですから毎回この名台詞ですね。もう危ない匂いがする。そうっすよね、うん、タイトルになってるね。いろんな言い方がこれ出てきますから、いろんなね、レパートリーが出てきますね。うん、うん、所長の意見がやっぱ一番大事ですから。そうですね、うん、一番大事な意見だ。息子も笑って見てました。嬉しい、そこ嬉しい。
ばしたらいいよな。いいっすね。この後の噂は可愛らしいですよね。この後注目ですよ、皆さん。うん、ここ可愛いんですよ。可愛らしいからのデレですね。対比がね。対比がいいですね。ほら走りましたね。走ったな、ね、これ朝。ね。隣走りました。走りましたね、隣。難しいなぁ、うん、これが初日か。これ初日ですね。初日に設定しましたね、うん、難しいなぁ。めっちゃ笑ったわ。ここやばかったですね。これね、もう本当に僕らが令和な2人で、うん、彼らが昭和な2人ですよね。ここも好きだった俺。ヨナタのセリフ。週2で聞いてんだ。週2でめちゃめちゃ言うじゃん。この次っすよ、ノブくんのこのパニック映画。パニック映画。黙ってみんな。黙ってみんな。強いな。強めのコメントだな、君。いいじゃないか、見てもよ。すいません、見入っちゃった。確かに。電話ね。初めて見るって人います？これ。確かに今日、今初めて見てるって人、書いてください、うん、パヤちゃん、ポップコーン音立てないように食べてる？あ、俺、全然え、音立ててるよ。パヤちゃんって呼ばれてるんですか？いや、初めて呼ばれました。初めて呼ばれてる。何、パヤちゃんって。パヤちゃんって書いてあったな。2回目とか。本当に2回目だ。初だよと、初だよと人も3回目ですとか。3回目、うん、
はやちゃん。はやちゃん。5回目って人いますよ。5回目どうやって、うん、あ、録画して何回見たってこと？すごい。あの携帯の、自分的にすごい好きでした、あれ。携帯？携帯の。これね。締め方。あ、ここも好きよ、俺。これ今のセリフのとこ好きだったな。ポップコーンってでもやっぱあると食べちゃうな。食べちゃいますよ。うん、最近お菓子全く食べてなかったんですけど。言ってましたよね、うん、やめてるって。久しぶりに食べたらやっぱうまいな。うまいっすよ。お、来たぞ。このドラマはもう毎回毎回その夜中のひらめきでから物語転がっていきますからね。確かに夜中の推理がね、うん、夜中がいなかったらもう本当に始まらないことだらけでしたよね。でも、まあ、もしかしてそうかもしれないですね、うん、始まりは意外と夜中なのかもしれないな、うん、あ、さあ、一旦 CM 行きましたけども、面白くなっちゃったな。うん、すごい、ちゃんと CM 中ってこれ作ってくださってますから。確かに、見てありがとうございます。コメント書いて、コメントタイムですから、皆さん CM 始まるなと思ったらコメント書いてください、質問とか。うん、佐野くんのチーズケーキ差し入れしたらっていうことですか。個人的なやつなんですけど、あの僕インスタライブよくやらせてもらってまして、毎週金曜日に佐野飯っていう、はい、これでこの前チーズケーキをメンバーの誕生日に作ったんですよ。おお、だから見た目がちょっとなんかちょっとグロくなっちゃって、ほう、それを食べてもらったらって話です。あの、食べてみたいですけどね。絶対食べない方がいいです。書かないでこんなこと、ノブくんいる前に言わないでよこんなこと。食べさせられないでしょ、あんなチーズケーキ。 CM 中シュー聞きたいです。ノブくんのシューめっちゃ好評でしたよね。うん、すごい、シューがいいってめっちゃなんか言ってる人多かったです。でもこれからもうシュッシュシュッシュ言ってますからね。ずっと言ってますよね。ずっと言ってますから。うん、うん、マスクで、どうしました。墓場ですかって、なんだろうこれ、墓場ですか。あ、そのチーズケーキがなんかその、まあ、墓場っていう名前のチーズケーキだった。痛みが悪くて。チーズケーキもういい、チーズケーキもういいから。あ、山田です。山田です。始まった、始まりました。ちょっとすいません、見ますか。あ、矢野さんにも会いたいな。矢野さん会いたいですね。一気でも会いたい。ひろくんも僕の前会いました、取材で。あ、うそ、はい、ほんといいキャラしてたもんね。どうっすよね。みんな仲良くなったよね。でもなりましたね、本当に。後半の会議のシーンでね、うん、超楽しかったもんな。ルパンのパフェ食べたい。美味しかったね。うまかった、このパフェ。パフェはもうこれからも結構出てきますからね。出てきますか。うん、7分かなんかね、めっちゃ食べた俺。あ、そうだそうだ、ね、そうだ。ここのあの、本当にお店やってるお母さんもすっごいいい人が、朝コーヒーとかね、うん、ね、入れてくれてね、コーヒー入れてくれて。ハヤト君、ステーキは食べちゃダメです。なんだろうこれ。これもインスタライブの話。いいから。うぇ、決めすぎだろって。聞かなかったことにしよう。
佐野くん、今度ノブくんにロールキャベツ作ってあげればって何ですか。またインスタライブ佐野飯でもやめてよ、佐野飯の話は関係ないから何今書いてんだよ早くね。用水路はって何これ。これもインスタライブ出てくるやつ、インスタライブで楽器よ。イキリさんの髪型どうなってるの。ん、結構センター分けのね、うん、イキリなオーソドックスな月賀さんかな。うん、第一印象どうでしたか。俺、ノブ君こんなおもろと思ってなかったっす。前も言ったけど、こんな面白いと思ってなかった。本当ですか、うん、いや、僕逆に僕もこんないい人だと思わなかったです。こんな人と思わなかった。ここまで本当にいい人ってなかなかいないなって、俺他の現場行っても佐野君のこと知ってる人にはみんな言ってんすよ。マジっすか。めちゃくちゃいい人だよね。この間もマジっすか。嬉しいな。こんな今度ノブくんにも用水路見せてあげてください。用水路はええそれも言わないで恥ずかしいから用水路は言うつもり。ご飯いっぱい作ってるんですね。毎週金曜日ね、なんかできれば作るようにしてるんですよ。すごい。佐野飯って言って、あ、来る来る来る。ん、あれ見逃した。見逃した。何食い何食い。はい、CM 入りました。ノブくんはこの前のインスタライブで何かのモノマネ、うん、モノマネしたんすか。してたっけな。覚えてないですか。何見たの。インスタライブしたっけな。前かなり前かな。前したかも、うん、まあ、次回予告でね。あー、それ次回のやつめっちゃ面白いっすよ、ね、でもあれも今でもどうなるかね。確かに、うん、すごい着地のすり仕方するもんね、後半最後ね。そうっすね、最後ね。あの、あれ2話って2話あれですよね。あれパーンですよね。そうです、パーン2話もてんこ盛りだよね。てんこ盛りっすね。だってか、これはやっぱりあの8万人のライブがどうなってるかあれは5、ん、あれ5、あれ5でした。5だ、5。8万人のライブやばい。あれやばかったね。なんか、いいのかな、これ説明しちゃって。いいですか。8万人のライブに行くんですよね、僕たちが。別にサボりに、ちょっともう先にネタバラシですけど、これから行くんですけど、いざ撮影ではもう8人ぐらい、8人ぐらいでしたね。駐車場みたいなね、そうところで撮らせてもらったんで、これがでも絵で見るとね、本当にすごいことになってるってずっと監督おっしゃってましたもんね。そうですね、楽しみですもんね、ちょっとね、うん、本当にいけてんのかな、8万人を8人でやるんですね。1万分の1だけど、なんかそういうとこもちょっと面白かったですけどね。そうですね、うん、やっぱ8万人のフェスってなかなかね、フェスでもかなり多い方ですからね。なかなかですよね、海外規模のフェスなんかなぐらいの、うん、そう、うん、おしゃれか。この矢野さん面白かったな。怖いね。シュシュッ。楽しみだな。もう早く見たいもん俺次。本当ですよね、うん。ここはアドリブだよね。ここはアドリブから。ここから。
泥団子見せてあげましたか。それもインスタライブ。泥団子もインスタライブやめて。恥ずかしいから、ね。本人の前で言っちゃってんすよ。服の形もありますけど、まあ、違うかもしれないですね、もしかしたら少し、うん、じゃないですか。ここ面白かったな。ここのアクション最高でしたね。このアこれ好き、これここ見られてんな。サボりはするけど、こう罵られるのは好きじゃないんですよね。そうですね、僕たちは。うん、逮捕する前のハヤト君の避けた顔が好きでした。あ、聞かれてる。うん、この流れコスパ良くて好きです。いいですね。あ、なんだこれ、ステーキあるか。それはインスタライブじゃん。インスタライブじゃん、俺これは。いいところですから、今。いいところなのよ。いいところですから。言ってくださいよ。ヒルクライムさんのね、クライムさんのこれ、いい歌でしたね。いい歌、これ、うん、すごい合ってますよね、うん。こっからもアドリブじゃなかったでしたっけ。あ、そうだったかな。ここら辺から、あ、こっからだね。そうだね。あー、そうだそうだ。懐かしい。素晴らしいですね。うん、テラサで全話独占配信中ですね。そうですね。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、面白かったですね。面白かったですね。やっぱりちょっとなんかね、一人で見るよりも一緒に見た方がちょっとね、思い出せて。そうですね、よかった、すごい楽しかった。はい、
ということでですね、はい、何でした？さあ、お、今日はあれですね、最後に、あ、皆さんもうオレアブを楽しんでいただけましたかと。そうですよ、どうでしたか？1話からね、いろんな展開満載でしたけども、さあ、ここからはスクショタイムに移りたいなと思っております。皆さんお待たせしました。お待たせ。さあ、どうします？これ、あのさっきの決めた、ハヤト君が決めてくれたオレアブポーズで、いいっすか？いいですか？いいっすか？お願いします。じゃあこの右手は内側に刺して、左はアブの方、左アブの方、ブーの方、まあ、動画の場合はこっち羽ばたかせてもらってもいいんですけれどもとりあえずそれはまあ今写真つくしかない、はい、でそれじゃあ10秒間なんでいきますよ、はい、あ、これどうします？あ、そうです、どうします？まあ、これはそれ、じゃあ何回分けます？じゃあ2回に、あ、そうですね、じゃあこれ別でやりましょうか、ね、まずこれからちょっとあれしましょうか。じゃあちょっと1回目のスクショタイムいきますよ、はい、よーい、スタート。はーい、ということでさあ次はちょっと小道具を選んでます。使ったものにしましょうか。どうしますか？すごい、なんかこんなサングラスだったっけなって。なんとも言えないんだよな。どうですか？なんかなんとも言えないっす。似合うでこういう感じ。それパーフェクト。これもまた面白い。そうだ、これからもう盛りだくさんです。盛りだくさんですか？じゃあいきますよ。さあ、スクショタイム、よーい、スタート。こんな感じでいいのかな。みんなこれスクショしてくれてるかな。スクショしてね、みんな。はーい、ということで、さあ、はい、いいですかね、以上で。はい、ということで皆さん、今日は改めてありがとうございました。ありがとうございました。いやー、あっという間でしたね。あっという間でしたよ、ほんとね。一緒に振り返って。確かに。うん。あっという間でした。どうでしたか？面白かったですか？面白かったです。でもコメントがやっぱちょっとなんかこう、佐野飯のコメントがちょっと多く見受けられたんですけど。ありがとうだけど、やめよ。ちょっと俺はね、今やってるわけですから。そうですよ。怒ってますか、あの僕。ステーキとか用水路とか、俺はに出てこないワードがいっぱい出てきたものですから。失礼しました。どうなってるのかな、佐野飯だったんですね。佐野飯、すいません。うちのファンの方、すいません。とんでもございません。ちょっと佐野飯の方もね。オレアブとコラボしていけたらどうやってすんのコラボ。じゃあまた絡みながら思ってますけども、はい、見逃し配信はですね、来週24日木曜深夜までやっていますので、はい、ぜひ何度でも見てください。お願いします。ドラマの感想はぜひハッシュタグオレアブでつぶやいてください。お願いします。そして来週9月24日木曜日は、はい、俺たちは危なくないクールにサブる刑事たちの第2話の放送になります。さあ、はい、2話はどんな物語になってますか？2話はですね、なんとなんと、あのエラ所長、先のねエラ所長の誕生日会を僕たちが盛り上げて、まあ出世ポイントをアップするっていうお話なんですけれども、はい、もうすごくそれは重大なミッションなんですね、うん、それはもう僕らにとって出世ポイントアップさなきゃいけないんで、はい、なのでもうすごいアクションをしたりとか着ぐるみを着たりとか、まあノブくんが産む立ったりとか、うん、いろんなことがもう目白押し、もう目黒押しなんで、ぜひ皆様、ぜひ、ね、ご覧ください。ね、でも目黒押しはちょっとびっくりしちゃいましたね。目白押しということで、はい、お願いします。小盛りになってますけど、皆さんにはもうぜひお楽しみにしていただけたらと思っています。よろしくお願いします。さあ、とインスタライブ、皆さんありがとうございました。これからも俺たちは危なくないよ、よろしくお願いします。公式 SNS も引き続きチェックしてね。それでは皆様、バイバーイ。ぬるいな。ありがとう。ありがとうございました。